ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日も早速無人島に街を作るゲーム創造タウンズプレイしていきます。はい、前回からですね少しだけ進んでさらに住宅地拡張されました。ここまででかくなりました。うおなんと人口105人に到達していますマンモス都市です。で今回はさらに街の規模最終規模まで上げてエンディング目指していこうと思います。何からしていこうかな。今回はとりあえずなんかこの辺の商店街から開拓していこうかな。ちょっとこの辺りのお店を一回どかしてここに新商店街みたいの作りたいんだよね。ここにアイス売りとかのちっちゃいテナント、これを並べて露天市みたいの作ってみよう。なんかパラソル椅子とかもなんかあるんだけどこれはちょっと違うんだけど、あとポップコーン売り場とかね、こういうのをこっちにちょっと固めていこう。急に市長の思いつきで立ち退かされるんだからマジビビるだろうな店の人も店の人も困るし利用者も困るだろうなあれ店ねえんだけど、あでももう場所が変わることに慣れてるかもね。ああ引っ越したんだねみたいな日常茶飯事だからな。よし、これでここに歩道を敷けば、はい、露天ゾーンみたいのができました。お、早速使ってる。いいぞ、いいぞ、いいぞ。え、結構千客万来じゃ車で乗り入れるのやめろって。だから、つかヘリで来んのをやめろって。なんか置けるもんないかな。あ、あとこのバストンネルっていうのがあるんだよね。これ置こう。こっからバスが出てくるってこと？めちゃくちゃ困るな。広場の真ん中からバスが出てくる。他にもちょっとなんかいろいろ商店街とかアップグレードしていきたいな。っていうか次のランクになるにはどうすればいいんだ？最後のランクが残ってるんだよね。あ、もうほとんど達成できてるね。あとは地下を上げればいいみたいだね。よし、じゃあここになんか建てていこうかな。何建てるか、もう新しい建物がないんだよね。もう建てるにはこのなんかテナント募集、なんか条件を満たしたら建つみたいな、そういうのを建てていくしかない感じ。まだ町にないの。あ、銭湯建てたことがありません。いいじゃん、これ行こう。あとは、お、ビル。よし、じゃあ家電店の裏に、うすごいの建ったぞ。さらに、あ、広大なビル。すげえの来たぞやばいやばい、全然入りきんない。とりあえずここに建てるか。これが多分このゲーム中で一番でかい建物だろうね。さあ、これでそろそろ地下の条件も満たしたんじゃないか。来たー、はい、これでランク10。多分これね、最高ランクだよ。街の規模がアップし、メガシティになりました。さあ、さらに街の熱気が高まり、観光客が多く訪れるかも。最高ランクの町、少子高齢化タウンが見事に町の最高峰となるランク10を獲得し、お祝いをしていると聞き、早速取材に向かいました。いいね、これでランクは一区切り。さあ、僕が作った商店街どうなった？めっちゃ使われてるじゃん。つか車がぐるぐる回ってんだけど大丈夫かよここ結構満足、混んでるって文句言ってる人いる。あんまりお金使わない施設も結構あるから、あんまり使わないでほしいんだけど本当は。見事に最大までランクが上がったとのことで、新しいチャレンジ要素をお持ちいたしました。詳細はメニューからランクアップを開いてみて。え、何それ、まだなんかあんの？街づくりの道を極めるためにこちらにも挑戦していきましょう。あ、もうあとはコンプだ、コンプ要素みたいな。へえ。お、街を大きくする、1億円で大きくしませんか。まあ一応やるか。まだね、この南の端が拡張されてないんで、ここも拡張していこう。もう結構島の大部分使ってきたね。はい、今年の世界地下ランキング、まあうちは最強のコンビニがあるから大丈夫でしょう。水族館、そして結構城も高いね。75位、日本城。城よりコンビニの方が価値があるという地獄。さあ来たぞ、最終拡張です。ドーン。これで島すべての土地を購入しました。北の方は埋め立てですしょうがないよな。さて次は、あ、ゴルフの練習場を建てましょうだって。これを建てようか。だ、まだまだ街でかくできそうだよな、これ。よし、もっと土地拡張して街もでかくしていこう。ちょっとね、仕事がない奴らもいるから、そいつらのためにもこの辺りにちょっとなんか作っていってやりたいとこだよね。一気に商店街のサイズ2倍にするか。よし、さあ土地はできました。でここに何のテナント入れるかなんだけど、ラーメン屋とか入れとくか。なんか食べ物系が良くない？やっぱり。よし、なんか食べ物たくさん買えてめちゃくちゃ嬉しいゾーンにしよう。あ、焼肉、あんま食べ物屋ないな、こうしてみると。待てよ、なんか増えてるぞ。魔法博物館だって。何これ、こんなの建てられるようになってる。あ、なんか建っちゃった食事ゾーンなのに。
ついでにもう一個建てられるようになったゴルフ練習場も建てとこうかな。はい、はい、さらなる商店街ができました。あとは何建てようか。金あるからなんか適当に埋めるか。コンビニ建ててみるか。コンビニ地下1192あるんだよね。育ててるからコンビニコンビニクソ高えんだけど3000万するんだけどちょっと金がなくなる。コンビニに1億円以上持っていかれた。はい、コンビニ5軒連打しました。これがドミナント戦略です。いや違うと思うけど、どのコンビニに入っても同じものが買える5軒隣に連なってるということではないからないろんなところにあって同じものが買えるからいいんであって、まあ、店員が一緒なんだけど5つ子かな。使ってくれるかなこれ。すごい地価高いんだけど全然使われてねえあ、24万で買い物してるやついるいいぞ。これ人気もひょっとして共通なのかな。ここのコンビニの人気686で隣が740。アイテム人気者の中し1個使うと5上がって、こっちが693の747上がってる気がする。ということは人気964のコンビニがあるんで、ここに全ての人気者の証を投入し、うらすごい人気のコンビニになったぞ。あ、乾燥した。人気999マックス。じゃあということは地価が上がるやつ使えばこっちも上がるってことだよな。上がってる上がってるだいたい理解した、だいたい理解した。あとは何かできることあるかな。UFO 発着場を建てませんか。何言ってんだよこいつよし建てよう。過去最高売上達成しました。地下トップ3コンビニコンビニコンビニもうコンビニしか人気ない街来たな。よし、じゃあ UFO 発着場とやら建てつけ見るとするかあ、結構ちっちゃいな。え、じゃあコンビニの隣に建てようかな。 UFO が来るのこれ。マジで何でもありになってきたな。はい、UFO 発着場できました。知性が上がった。なんでだよ。え、これ宇宙人が来るの？何に使うんだよこれ。宇宙から観光客来るみたいなことなんかな。ちょっと見張ってないとな UFO。 あ、え、宇宙人来たんだけど UFO 発着場。おいおいおい、どういうことになるんだよこれ来てるけど特に何も起こらずよくわかんねえよ。さあ、あとできそうなことで言うと、お、告白したい。お、ハート3つ溜まってんの初めて見たかも。え、100じゃん。え、そんなことある。え、100なのに成功率6割しかないのかよ待て、俺がセッティングしてやる。250万。ちゃんとそこまで仲良くなることもあるんだ。じゃあそれぐらいになってから告白しろって。マジで賞賛が低いのよお前ら。さあ、あとできそうなことで言うと、新たな交通機関が欲しい。まだ交通機関増えるの？なんだろう。え、もう地下道とかまであるんだけど。あ、鉄道だ。え、でもレールないけど駅だけ建てんのかよじゃあ早速建ててみようか。駅ガチでレールないんだけど、どうすんだよこれ。あ、じゃあこの辺建ててみようか。コンビニの近く。はい、レールないけど、レールどっから来るんだよ。意味がわからん。駅だけ建てて満足してんのかよ。あ、駅誕生しました。レールは繋がっていません。もう知らん形から入るやつらだな、マジで。だからこいつらプライド高いから、駅がない街だっていうのが認められなかった、許せなかったんだね。これで駅はある列車は来ねえけど、まあ大都市っぽくなったよこれで。あー、また老人たちが街を去っていく。え、めっちゃ猿じゃん、めっちゃ猿じゃん。え、めっちゃ猿じゃん。おいおいおい、最高の人生だったってみんな言いながら去っていった。死ぬところは見せてくれないんだね。墓がないんだよねこの街。病院もちょっとしかないし一軒しかないし、ここでは死ねない。はい、ここでさらに、あ、最高ポイントになって、ハイスコアは A+。 さあ、そして最後の14年目に入りました。あ、賃貸家のやつじゃないかこいつ。賃貸智子、ちょっと見てみるか。賃貸智子家系図的な。あ、あー、賃貸住代と賃貸いでこの孫なんだね賃貸家主子の娘です。家系図面白いなこれ最後だしいろいろ確認してみるか。タウン情報、え、メガシティです。男性66人、女性50人。ちょっと男性の方が多いんだね。地下トップ3コンビニコンビニコンビニ。つまんねえ街だなおいあ、もう全然少子高齢化じゃないじゃん。まあ少子だけど若者めちゃ多い。子供は少ないね。子供はかなり少ない。退去者一覧、あ、引っ越していったやつらも見れるんだね。納税するおとか。
食費月20万円子も懐かしいな、マジで。え、結構みんないい人生だった、最高の人生だったって言ってくれてるね。あ、まあまあもいる、結構まあまあもいるじゃねえか。何がお気に召さなかったんだろうな。あとなんか観光地ちょっと強化したいな。もうめちゃくちゃでかくなってるんだけど、城とか強化できないのかな、この城。2マス以内に植物があったり飾りが5個あるといいって言って、飾りってどれのことなんだろう。ちょっとこの辺に移築して試してみるか。木生やしてみるか。お、来た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 。はい、城で土佐犬を売り始めました。城で売るもんじゃねえだろ。あとはなんか飾りみたいのがあれば城を複数建てられるようになるみたいなんだけど、飾りってなんだろうな。あ、この柵とかかな。緑の柵っていうのがあったから、これちょっと置いてみようか。お、設置できる数が増えました。2軒も3軒も設置するもんじゃねえと思うんだけど、ちょっと城たくさん置いてみるか。え、どこにしようかな。ちょうどここに城あるからここでいいや。じゃあここに、持っている全てのお金で城を建てて。だっけーな、おい、城くっそ高いんだけど。高すぎてあんま置けん。あー、ダメだ、2軒しか置けなかった。はい、城3つ建てました。利用料金13万円だから、どうやってももうこれ黒字にならねえんだけど。でもすごいぞ、何の歴史も何のゆえんもない作っただけの城が3つも建ってます。なんとかの合戦で守り抜いたとか、そういう逸話も一切ありません。令和に建った城です。ちょっとそれっぽく言ってもどうにもなんねえよ、こんなの。歴史が大事なんだって。だからこうして引いてみるとすごい、もう100人がずっと買い物してます。毎日いくら使ってんだこいつら。毎日20万以上は使ってるだろう。どんだけ稼いでんだよ。いくら持ってんのか見てみよう。多分見れると思うんだよね、住民一覧から。貯金ゼロ。お前ちょっと待て、お前暮らせねえだろここで。高すぎてあんま買い物できないのか。でも200万持ってる人もいる。1000万ぐらい持ってんのかなって思ったけど、貯金ゼロ多すぎだろ。どうやって暮らせんだよおめえらはよ。搾取されすぎている。まあそりゃあさ、こんなに物価高いとこ住んだらそうなるよなって感じだけど、思った以上に貯金なかった。みんな1000万2000万あると思ってたよ。苦しい生活が浮き彫りになってしまった。見なかったことにしよう。お、株の配当だ。すごい入ってきたな。1億ぐらい入ってきたんだけど。やばい、もうマジで金が余ってしょうがねえ。よし、じゃあ金入ったし、使うあてもないし、城でも建てようかな。5000万すんだけど、ふざけんなよ。はい、城が5つになりました。無敵です。そうだ、アイテム使えばいいじゃん、城に。はい、ちょっと人気上がりました。ランクの極意。あ、ランク S もあるんだ、これ。コンビニは？あ、コンビニランク A だからランク上げれるじゃん。おい、やばいぞ。どうなっちゃうんだよ。このコンビニがさらにランクアップって。さらに利用料金上がったんだけど。やばいぞ、マジで。おにぎり何十万すんだよ、もう。買えねえよ。貯金ゼロなんだぞ、こいつら。観光客が42万円でおにぎりを買っている。やべえ。さあ、ちょっと街の様子見ていってみようか。城5つにコンビニ大量並んでる幻のストリートがここです。あとはこっちに、ビルがあったり、家電量販店があったり、あと超大型オフィスもあります。中では結構働いてます。で、この辺りがあれだね。テレビ局とかのゾーンだね。で、ここが新しく作った買い物ゾーンだね。あとはこの辺に古くからある商店街、団子屋とか、そういうのがあります。で、奥の方が観光地だね。城はなくなっちゃったんだけど、移築で。まあ、何の歴史もない城だからいいだろう。あ、地下ランキング来たぞ。さあ、俺の3コンビニどうだ？いけるか？はい。つまんねえ街だな、おい。4軒目のコンビニが1位でした、どうやら。多分これ上位8軒ぐらい全部うちのコンビニです、本当は。さあ、そして1年を締めくくる年末の大発表。もちろん売り上げも上がっています。観光客減ってるな。雑に城建てたせいか。さあ、結果は？あ、S だ！ S もあるんだ！あ、カイロ君降りてきた！すごい！はい、これで感動のエンディングになりました。皆さん長いシリーズですが、ご視聴ありがとうございました。いや、楽しかったね。なんかすごいいろんな要素があって盛りだくさんな街づくりゲーだったね。またね、こういうゲームやっていこうと思ってるので、ぜひね、また見に来てもらえると嬉しいです。ここで皆さんに重大なお知らせがあります。この度、なんと、カイロソフトさんとハヤトの野望のコラボグッズが発売されることになりました。いや、これすごいよね。
カイロのデザイナーの方書き下ろしのデザインで本当にね最高の出来栄えになってます。2月の25日まで注文することができるのでぜひ手に入れてください。詳しくは概要欄にビレッジヴァンガードの販売 URL があるのでそこから見てみてください。それじゃあまたね、バイバイ。